皆さんこんにちは。今日もちょっと来てしまいました。ありがとうございます。今日はあの地元の日田でちょっとお仕事があるんで、はい、その前に、はい、ありがとうございます。はい、すごく癒されるんですよね。木山亭さんの。ありがとうございます。こちらのカフェテラス、はい、すごくまた雰囲気変わりましたね。はい。ねえ、また皆さんに気持ちよく過ごしていただこうと、うん、はい、頑張って、はい、綺麗にペイントいたしましておかげさんも何でもやるんですね。はい、そうなんです。はい、素晴らしい。でもちょうど午前中いいですよね。そうですね。三隈川からね、こうちょっとね、風がちょっとね、吹いて心地よくて、はい、いやー最高ですね。そうですね、本当に。はい、でも川平観光さんも賑わいましたね。素晴らしかったです ね、 ね、本当に体感型の花火です。ですよね。はい、これからまた7月にあるとまたね、北祇園も。そうなんです。ちょっと早いですけど、いやいや、もう今から ねもう PR しとかないと。はい、ユネスコにも登録されました。そうでございます。ユネスコ遺産に登録されました、ね、引き山がですね、はい、そうですね、素晴らしいです。そうです、皆さんね、まあ北に来ましたら、はい、はい、おかみさんいつも言ってます、九州の中心部かなって、はい、よりちょっと上に位置いたします。そうです、大分県日田市、はい、ぜひ皆さん、こちらね、来た際には木山亭の方に、はい、ぜひお出かけください。宿泊もできます。はい、はい、お料理も美味しいです。そうなんです。木戸雄一、はい、観光親善大使おすすめでございます。ありがとうございます。ぜひお越しください。はい、ありがとうございます。